このきっかけバス47というのはですね、南は沖縄で北は北海道まで全国47都道府県すべてからですね、全国の学生47名をこう連れて東北に送ろうというプロジェクトです。でそれが現在今第1弾で、その47名が今度は地元に戻った後、それぞれ自分の地元から40人ずつの学生を連れて、47都道府県 ×40 人ということで2000人の学生を来年の春までに東北に連れて行こうというプロジェクトです。例えば海とかですと陸前高田って非常にこうものすごく津波で7万本の松がこうなぎ倒されて1本だけ奇跡の1本松が残ったっていうところだと思うんですけども、ただ実際じゃあ1本松のところに行ってみたらすごくこう穏やかで静かで本当に波の音がザーッと流れ、静かな海で、この静かな海が一体こうどういう風になったら7万本の松をこうなぎ倒すで、テレビとかでも見たようなもうすさまじい映像になるのかなっていう、その想像がつかないっていう経験をこう自分がものすごいしたので、それをこう他の全国47都道府県の人が、内陸の人も、沖縄のように島国の人もいれば、その人たちでそれぞれどんなこう感じ方の違いがあるのかなっていうことをちょっと自分でもしてみたかったので、そこをちょっと陸前高田っていうところをツアーに組み込んでみました。私自身岩手にいながらあんまり、何回か数えるくらいしか被災地に来ていないので、1年ぶりくらいに陸前高田には来たんですけど、1年前と比較した今の状況とか、本当に現地の人しかわからない気持ちだったり、普段現地に来ないとわからないようなことを今日お話を聞くことができたりしたので、本当にためになっています。やっぱり愛知も南三陸なんで、行ってなんか宮城県内とか一ノ関とか若林区とかなんかそこら辺だったんで、なんか改めて全部見てみると、ああなんか自分の町の規模だけで考えてたなみたいな、本当はもっと自分の町の規模で考えられるのも大事だと思うんですけど、ね、めっちゃ視野が広がったというか、自分たちだけじゃないっていうのもあるし、なんかそのめっちゃ頑張ってる大人がいるっていうのがそう一番嬉しかったです。なんか、それぞれやっぱり考えてることとかで東北に行っている経験とかで全然感じ方は違うなっていうふうに思ったんですけども、僕自身が特に印象に残ったのがやはりその、南三陸出身であったり、岩手県出身というその被災三県にから出身の子っていうのが僕の中ですごい印象に残っていて、やっぱり外部の人間としてその子たちと話をするとやっぱり考え方に全然違いがあって、それはすごい昨日一日は受け入れにくいなというかこう合わないなって思ったりしたことがあったんですけども、昨日本当に夜に話をする機会があった時に、この子がどういうことを考えていてそう思ってるんだっていうのが分かった時とかに、なんかすごいこのツアー来てよかったなってすごい考えれた場所だったので、そういうところがすごい魅力的だなというふうに感じました。陸前高田。